とか腕に何か感じることってありますか？あ、なんか疲れるとか。重たいなって思います。あ、重たいなって。はい、分かりました。ちょっと痛いですよ。はい。あ、でもこれは、ね、あ、大丈夫、気持ちいい、うん、あ、よかった。これ痛いある人多いですよ。あ、目はあんまり悪くないですかね。あ、目悪いです。目悪いですか？はい、結構目疲れてたりすると痛いんですけどね。あ、痛いんですけど気持ちいい。はい、あ、なるほど。好きな感じの痛さっていう感じですかね。あ、そうです。あ、割と腕相撲じゃ平気なんじゃないですか？あ、ここかも。ね、腕は結構懲らしめても平気かも。本当ですか？あ、余計なこと言ってしまった。ここは手触りって言って、はい、あ、痛い痛い。これあんまり好きな痛みじゃないですか？痛い痛い重い痛い重く痛いです。重く鈍く痛い感じですかね。はい、まあ、あと、あー痛い、いやいやいや、これはメジャーなとこで合谷ですね。痛い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 よ痛いよ。結構タオルがあると分かんないとかいう人多いんですよね。ちょっとやっぱり本当はタオル使うんですけど。痛い骨が、あ、骨痛いですか？ここに当てて、あ、痛い痛い、脱臼する、あ、痛い、脱臼しない、脱臼しない脱臼しないよ。すでにストーンが、ストーンが落ちました。あと腰が痛い時、ここですね。腰体験っていうか、これ本当にツボなんですか？ツボですよ。疑われてますか、私。押しちゃいけないとこ押して痛いみたいな。ええー、大丈夫ですよ、そんなことないですよ。痛い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 。痛い、首のこりがあるときにいいですね。確かに本当細い。なんすか、細い、この細さを。フィンキーリングないでしょこれ。1号何号なんだ。大人向けのサイズだと見つかんなくないですか、こんな細い指は。このなんか赤ちゃんの指みたいな、なんか細い細いな。本当折れないように気をつけてくださいね。はい、小指結構鍛えてるんですよ。あ、そうなんですか。何に鍛え、小指だけでスーパーの袋持つとか。なんでそんなことするんですか。危ないですよ。危ないですかね。なんでなんで。なんか子供の時かなんか弱点を鍛えようみたいな。なんか闇を見た気がします。ここ痩せるのにいいですよ。痛い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 。これよくなんかマッサージ屋とかでやってもらいますけど、はいはい、こんな痛くないですよ。あ、本当ですか？痛い。そんな強くやってないですけどね。痛い痛い。はい、そんな強くないですよ。ですか、爪もみですよ。痛い痛い。え、この同じ強さですからね。こっち平気ですよね。平気。はい。そうです。だからここが薬指がやっぱり今。そうですよ。結構多分ぼんやりしてません、ちょっとぼんやりって言ったら悪いですけど、割とこうダラダラ過ごしちゃってませんか。そうですね、電車すぐ乗り過ごしますし、多分ちょっと交感神経があんまり働かなくなっちゃってるじゃないですか。ボケーとしてで張ってますね、結構ね。あ、そう、あんな痛いよ、そこ痛いよ。
こっち多分 痛くなって気持ちいいです。あのこの手のひらのところ、ああ気持ちいい。ここはね、老朽って言って、あっ疲れが溜まってると、すごい声が会長のような、会長ロプロス、手が疲れてますね。パンパンですよ、だってこの。あ、本当ですか。ね、ちょっとずっと暑い。じゃあ水害されると暑いです。どうですか、腕つぼ。なんか気持ちいいとこと痛いところの差がすごい。好きか嫌いかで言うとどうですか。あ、でも気持ちいい数の方が多いです。あ、本当ですか。よかったよかった。油断してると死ぬほど痛いので、その快感に身を任せないように。気の力で私は。なるほど。目標はこの石を落とさないように。なるほど。ああ、なんだこれは。痛いですか。痛い。これ太いですよね、結構ね、時として声がね、声が、はい、声がよく通る。緩んできてますよ。腕のこう張りが取れてきて柔らかくなってきました。回してるだけですよ。どうしたんですか。来るぞ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 、怖くなっちゃいました。大丈夫ですか。先に声出すとこみたいな。怯えすぎです。怯えてる。心の声が全部出てます。いよいよじゃなくなって。これでも、ね、痛い人多いんですよ。ここ平気ってちょっと珍しいですね。あ、本当ですか。うん、嬉しい。うんうん、そこはもう普通に止まって、
音量注意が必要ですね。大丈夫ですか？気持ちいい。はい。でもだいぶ今ね、手が暖かくなってますよね。あ、はい、なんか軽くなってきました。あ、よかったです。三角筋とか伸ばしていきます。顔はちょっと向こう側の方がいいですか？そうですね。伸びてる感じありますか？あります。これ気持ちいい。はい。真上にしていただいていいですよ、お顔。はい。はい、それは痛い。これ痛い。これちょっとだけなんですけどね。大丈夫ですよ。なんか腰ほくろってます。曲がってないです。曲がってないです。これでも多分肘がちょっと癖がついてるから、はい、多分一般の方よりも癖のない方よりもちょっとくっついかもしれない。あ、ここだって、うん、伸びますね。はい。多分でもそのやっぱり伸びが極端に悪いところといつも伸ばされているところとかあるせいで、はい、要は癖がついてるっていう感じになるので、うん、ちょっとね徐々にでも痛いところも伸ばしていった方がいいと思います。普通に可動範囲なので本来は、はい、こっちの小指側の伸びてますかね、筋が、はい、はい、これ、まあ、いろんな方向に伸ばしてあげることによって、うん、腕がまっすぐになりますので、はい、大丈夫ですか、はい、痛い、はい、ちょっと、まだ肘ちょっと曲げて少しずつ曲げますね。あそこ大丈夫ですか？外して伸ばしましょうか。はい、真上向いてください。はい、手を脇に伸ばしますよ。はい、グーッと。はい、伸びてますか？きつくないですか？気持ちいい。なんで今ボリボリって言ったんですか？ちょっと心の声が全部面白いな。両手あげますよ。はい、周りがいいですよね。あ、うん、痛くないですよね、こちらに殺しても、うん、そうそう、なんか角度がすごいあるんですよね。なんか手首とかもめっちゃ曲がるんですよね。コキコキしてますね。コキコキしてます、なんか
角度が。ありがとうございます、はい、今回の動画面白かったと思ったら、はい、ぜひまだの方はチャンネル登録していただいて、はい、グッドボタンをお願いいたします。お願いします。はい、そんなももはさんと DVD を、はい、予約の DVD3 月2017年の3月15日に発売予定なんでございますけれども、はいね、そのモデルさんとしてももはさんも参加していただくということが決まっております。はい、あ、まあ施術モデルさんとしてなので、はいはい、ちょっと体にボディペインティングをさせていただいたりとか、はい、まあ、その筋肉とかツボとかを、はいはい、まあまあ、分かりやすくするためにちょっと書き込み入れたりしながら、ハウツー要素を盛り込んだ DVD になる予定でございまして、どういった押し方をするのかとか、どういったところを押しているのかとか、うんうん、まあ、まあ人体の構造だったりとかっていうのも、まあ、分かりやすく説明していきながらやっていこうと思っておりますので、うん、はい、ちょっとね、で、まあ、YouTube 上ではいろいろこう、はい、ちょっと肌出せないとかあるところも、はい、まあ、ちょっと可能な限り、はい、そのちょっとね、あの、はい、お肌もちょっと、まあ、露出していただくかもしれない、フォローにあるよみたいな、横乳ぐらいは出るかもしれないというか、はい、なんか特典映像でなんか彼氏とトータルコッタルってコメントに書いてませんでした、はい、あ、なんかなんかすごいのありましたね。ミラジョボビッチでしたっけ。ワイヤーアクションをしたらどうですかっていう意味がわからないものがあったんですけど、それはやらないと思うんですけど、ワイヤーアクションちょっとお金もかかり、スタジオもなんかね、そうちょっとおまけ映像的にやるにはね、ちょっとスケールが合わないと思うんで、はい、まあ、ももはさんと花澤とで、はい、まあ、他の方も参加していただきますけれども、あの、割とメイン要素でももはさん入ってきますので、はいはい、ももはさんファンの方はぜひ、はい、予約や DVD ご購入ご検討ください。はいはい、お願いします。はい、またお会いしましょう。 See you。 角度が違う、角度違いますね。